はい、どうもこんにちは、理学教師の岸田です。宮島です。今回は宮島くんの人生プランについて、このチャンネルで僕がこういう話をしたことは何回かあるんですけど、正直参考にならないっていうのをよくいろんな人に言われるので宮島くんが多分、いわゆる理学療法士の頑張ってる人っていう再現性のあるキャリアだと思うんで、その先宮島くんが考えてることだったりとか、今後どんな人生を歩んでいく設計になっているのかっていうことを教えてもらいたいなと。なるほど。皆さんの参考についてのために見ていきたいです。今までのある程度の歩みっていうか、ざっくりみたいなのは、普通にクリニックに最初勤めて、2年目ぐらいの時に俺も結婚してるんだよね。2年目ぐらいで結婚して、で3年目には子供が生まれて、で3年目で違うところに転職しつつ、奥さんのまず実家の方に移ったんだよね。でそこが俺的にはやっぱり本当に皆さんにもお勧めしたいプランではあるんだけど、俺って基本あんまり失敗したくない人なんだよね。なるべくミスりたくなく、なるべく平穏に、かつリスクは低いけどまあまあなリターンは欲しいなみたいなプランなわけ。俺的にはローリスクまあまあリターン、そうそう、ミドルリターンなプランはいいみたいなと思ってるんだよね。その中のやっぱり一番はやっぱり奥さんの実家の方に行くっていうのはすごく良くて、でそうすると子供の面倒を見てもらえるっていうのもあったし、あとは都会じゃなかった家賃も安いし、子供面倒見てもらえる分奥さんもフルタイムで働けるから2馬力になるから、世帯年収だと結構いい線いけるみたいな、っていうプラン。まあもちろん俺の戦略みたいなこと言っちゃうとさ、奥さんのお母さんたちにはするけどありがたいことにね、でもあるけど選択しない人もいるじゃん。多分帰ってきないよって言われてるけど帰んない人とか多分いるとは思うんだよね。そういう人たちは一回ちょっとやっぱ考えてほしい。なるほどね。そうっていうのがまず基本的な戦略ではあるかな。共働きで世帯年収をまあまあ稼ぐっていう。まあまあっていうのは決まってるの、どれぐらい？子供今2人いて、週に1回から2回ぐらいは外食するとか、旅行はそんなに行かないけどっていう、まあまあそんなに節制もしてないって言われて、多分月に40万ぐらいあれば普通に暮らせるなっていうのはなんとなく最近思ってて、2人合わせて月々50万以上の収入がある人はそんなに不安なく暮らしていけるんじゃないかなって最近なんか思ったんだよね。それはさ、宮島くんが提唱してるさ、イデコとかニーサとかを抜いてってこと？あ、入れて入れて入れて、入れて40あればいいってこと？そう、イデコとかニーサとかも入れて40ぐらい、月つくめて趣味とかのお金を入れないとかだったら多分20数万円あればすると思うんだよね。俺普通に持ち家今持ってるから家のローンとかもあるけど、家のローンと光熱費合わせても多分10万ちょいぐらいなんだよね。で食費が子供2人いても多くても8万ぐらい、外食とか入れても8万とかぐらい、外食入れちゃうとしたらか、まあでも8万ぐらいだとしても20万ぐらいだから、だからなんかよく食っていけないかもしれない怖い不安っていう人いるじゃん。そういう人たちは2人で30万から40万稼いでたらまず食っていけないってことはないよ。50万以上あればまあまあな暮らしはできるんじゃないかなって個人的に思って。なるほど。これはもう今のまま現状維持を続けていけばいいっていう考え。ああ、いやでもそうでもないんだよね。よく年収いくら欲しいのって答えられないとダメみたいな話もなんか聞いたことあるんだけど、俺の中で採用してる意見は年収と幸福度って相関があるみたいなのは言われてて、なんだけど年収800万円を超えるとそんなに変わんなくなるっていう話を聞いたことあるんだよね。年収300万の人と500万の人くらいだったら500万の人の方がやっぱり幸せ感じるのは大きいけど、500万、800万も800万の人だけど、800万と1000万の人はそんなに変わんないですよみたいな、それ以上になってもそんなに大きくは変わんないですよってなるから、なんとなく800万目指そうかなと思ってて、個人的に。なるほどね。だからそれ以上のやつは行ったらもちろん嬉しいけど、リスクを負ってまでそこを目指すっていうふうには今は考えてないっていう感じ。なるほど。それは個人、世帯で。いや個人かな。世帯だったらそんなに多分難しくはないよね、まあ、ね、多分ね。てか個人でも何回も言ってるけど、宮島くんが一番早まる余裕だから。いや宮島くん、まあ、もう今フォロワーも1万人も超えてて絶対にいけるよもう。いやどうなんでしょう。今言ってないですから800万どころじゃないから。でもそれぐらいに思ってる人ってやっぱりいると思う。結局怪しいビジネスに走っちゃう人ってやっぱり不安から来ちゃう人もいると思うんだよ、ワクワクで行く人もいると思うけど、マルチの手法としてのさ、この後ピーティー食っていけないよみたいなあれとかもあるじゃん、そういうのとかはあんまりみんななんかこう流されずに、夫婦二人で子育てもちゃんともちろん男もやって家事もやってっていうのをやって、二人合わせて世帯年収が700万とか800万やったら別に全然家も建てられるし、全然暮らしていきますよっていうのは本当に結構言いたい。なるほど、すごいね。すごくはないと思うけど、現実ではある。性格上ね、多分ね。さあ、じゃあ例えば年収800万だったらさ、普通に PT 勤めててどうやっていく構想なの？だから年800万を勤めて全部もらうのはまず無理だろうね。狙いどこと
としたら多分400万から500万500万もらってたら相当もらってるっていう多分分類だと思うんだよね。それってさ、宮島君のさ構想で言うとさ、うん、じゃあ PT500 万不良300万みたいな感じ、うん、だったら嬉しいよなっていう感じ。あ、うん、でそれを目指してる感じなの。そうだね、目指してはいるかな。すごくそうなったらいいよなと思う。それいつぐらいまでにそうするつもりだ。どうなんだろうね。でも800万いかなきゃダメっていうわけでも実際に今の生活上なかったりするわけよ。子供の教育費で1人500万ぐらいあればいいって言われてるらしいんだよね。で1000万で月にいくら貯金できてれば多分何年で貯まるんだろうなとかって今なんとなく考えたりすると、別に多分今のままの給料でもまあなんとかだけど、そんな贅沢してないから。小遣いも月1万だし俺。すげえ。いやわかんねえ。もういいね。死ぬ死ぬ。それはさすがにやばい。小遣い月1万だし。すごいね。そうだって使うことないから。いや、なんか、俺も使うことない派なんだけど、どっちかっていうと。そうだよね。でも1万はちょっときついわ、さすがに。飲み会とか、そういう交流があるからかもしれないよね。小遣い月1万にする1万の弊害は、人脈は広まんないよね。マジでね。フットワークもめっちゃ重くなるじゃん、俺のプランだと。家族基本大事にしなきゃいけないから。フットワーク重いし、チャレンジできないから、そういうデメリットは多分あるとは思うけど。食っていけなくて不安っていう人は、俺のプランは結構参考になるとは思う。確かに。うん。でも宮島君みたいに、そんなに欲を捨てれる人ってか、あんま欲がないんだろうね、多分。なんだろうね。そんなにすごくは大きくはないかもしれないけど。勉強会行くとかそれに入るの？勉強会行くは入ったり入んなかったりだもん。さすがに1万じゃ入れない。一人でさ、昼飯食べるとか。一人で昼飯食べるは入る。1万円の中で入る。ああ、マジか。俺が怒るよ、今度は。さすがになんか悪いわ。いやいやいや。まあ、入るかな。外食行ったらさ、10回行けないじゃん。行けないよ。いやすごい。でも家族で行く会社は別ね、それはでも生活費だから、うん、はいはいはい、うん、だからなんかさ、小遣いでガソリン代払ってる人とかもいたりするじゃん。そうなんだ。そうそうらしい。それはもちろん生活費だから、はいはい、だから俺の好きに使うお金、昼飯は生活費じゃないんだ。そう、昼飯は生活費じゃん。昼飯は生活費なんだけど、うん、弁当で済むところを、そうそう、弁当で済むところを外食したっていうのは俺のわがままじゃん、うん、だからそれは小遣い。じゃあ弁当作ってくれてるんだ奥さん。いや弁当はね、ご飯持ってっておかずだけ買う。そのおかず代は、おかず代はさすがに正解だけど300円ぐらい。へぇー。300円ぐらい。俺お昼代500円も高い。え、すごいよそれ。そうかな。え、でも外食好きだよね俺。外食でも外食好きなんだけど、外食ならいいのよ、高くなくていいのよ。ココスとかラーメンも俺全部コラクとか。やばいやばいやばい。そういう面では欲は少ないかもしれない。外食は好きなんだな。外食に行くっていうのが好きで、後楽園でもいいし、ココスでもいいし、まあ例えばたまには牛角っていうのとかっていうのはあるけど、外食は好きだし、うん、で今銭湯とか家族で行くの好きだから、そういうの行くから、そんなに個人的には我慢してるつもりはないんだけど、だから高い趣味はやってないよね、ゴルフとかさ。ああ、はいはいはい、うん。外食に行こうってなって、まあ例えば職場の人たちと行きますってなった時にさ、うん、一食500円以下とか難しくない？無理だね。そういうの行けなくない？ああ、でも職場の人とランチ行くみたいな話になったら、まあでも1000円ぐらいで済むじゃん。うん。そうだったらまあ、そんなに行かないしね。なるほどね。うん、でも、これ弊害なんだけど、小遣い1万円っていうのは俺結構みんな知ってたりしてたね、うん、職場の人、うん。そうすると誘いづらいじゃん。いや、そう、俺も誘いづらいって、さすがに出すわって思う。そうそうそう、基本誘いづらいってなるから、飲み会とか誘われないし、一緒にご飯行きましょうとかは、多分少なくなっちゃうっていう、やっぱ弊害はあるよね。それすごいな、平和。それさ、交渉しないの、それこそ。そうだね、何回か来たことあったけど、でもなんかコロナの前はしんどかったの。コロナの前はやっぱり仲いい後輩とは飲みに行きたいから、茨城でね、飲むとね、うん、飲み会で4000円払って、代行で3000飛ぶのね。あー、はい、はい。もう7000切るじゃん。もう、小遣いで3000しかないみたいになるじゃん。だから終わるじゃん。やばすぎるじゃん。そうそうそう、だから終わるから、まあ行けないんだよね。だけどコロナになって飲み会もまず行かなくなって。ってなった時に、うん、それこそ地方とかだともう飲み会行ったら犯罪者みたいなさ空気もあったから余るんだよね。1万円だとだからコンビニでジュース買うぐらいしか使わなくて、やーべえ、余るんだわ1万円。でもなんかこれに関しては、うん、宮島君が変わってると思う。なんか俺もさめっちゃまあ驚かれるよね。結構さっきの話とかでさ、うん、貯金しないみたいなさ、うん、それはさすがに俺がさちょっとずれてるなと思う、うん、貯金なんかいらないみたいな、うん、借金してなんかやったわみたいなのは、うん、俺がずれてると思うけど、うん、これは宮島君の前乗りだと思う。そうだ、え、じゃないかな、え、どうなんだろう。いやでも1万円はあんまりないかもね。1万円にした方がいいですよとは俺も今思うけど、やっぱ弊害はあるよ。職場の人がゴルフみんな行きます、うん、そうなったってゴルフなんて行けないじゃん、うん、え、それってさ会社で言ったらそこって接待交際費になると思うね、うんうんうん、職場の人とゴルフに行くって、うん、それ入んないの。あ、だから定期的な飲み会あるじゃん、うん、新人歓迎会とかさ、うん、忘年会とかそれはさ経費じゃん、うん、仕事みたいなもんだから、うん、それはさすがに出してもらってる。別に奥さんもすごい厳しくて俺カツカツやられてるってわけじゃないんだけど、最初そういう話し合いになって
って、うん、上げる交渉いやでも別にしなくてもいいかもってなって、すごいね、いやもうとなっちゃう、仏じゃん、仏じゃない、仏じゃない、ブッダだよ、ブッダじゃないよ欲を捨てたから、すごすぎる、全然全然、だけど今はもうちょい使ってるかもしれないけど、例えば2万は絶対使ってない、いやすごい、うん、尊敬する、いやいやいや買わないだけだね、いやなんか俺も YouTube とかで買ってないとかってしたけど、うん、全然使ってるわそれで言ったら、いやいやいやまあ極端かもね確かにね、支出を抑えちゃえば絶対楽勝じゃん、うん、一番やばいパターンってさ、20代前半まだ2年目です3年目ですとかっていうのにレクサス買っちゃうみたいな、ああそれ一番やばいよね、そう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 、うん、結構いるんだわ、まだ結婚してないのにアルファード乗ってるやつとかいたりするの、地方のことだと、うん、アルファードめっちゃ人気あるんだわ、子供もいないのにアルファードみたいな、うん、だから俺の感覚からしたら、いやアルファードってだって4人乗りでしょ、うん、子供4人でもいらねえじゃんって思うのは、うんうん、それは俺も同意、そうそうそう、都会の人とかの方が多分そう思う、だからそれは趣味の範囲じゃん、うん、大きい車乗りたいって、でそれに俺の軽自動車だったら100万円ぐらいなのに、うん、アルファードだったら370何十万するわけでしょ、うん、200万円の趣味をあなたはやってるんだよっていう、まあちゃんと分かってんのとは俺は思う、いや本当にもっと言ってやってほしいよ、いやいや本当マイカーローンとか絶対ダメだからね本当に絶対ダメですからね、あれ利率とか半端ないからマジで絶対ダメだよ本当いやそう思うね、俺も車は買わないで毎回タクシー乗ってる方が絶対安いもん、ああこっちの方だそうだろうね、うん、多分ね、こっちだとさすがにそうはいかないから あれだけど、でもせめて SUV でしょみたいな、ね、いやもう宮島君は絶対に失敗しないってことだから失敗しようがない、まあ、ケチではあるかもしれない、ケチだ、いやすごいわ本当にケチだね、でも外食はすごい好きだから外食は行きたいと思う、でも後楽園でいいんでしょ、後楽園で外食だけどさ、うん、ここでフィームで外食だったので食べるのがあれば寿司とか行かない、行ったら寿司は行くよ、寿司は行くけど元気寿司的なさは行くけど、それでも家族で食べてもらって5000円ぐらいでしょ、あなるほどね、そう、まあでもそれ多分あれだわ、東京に住んだら難しいと思う、ああかもね、うん、それは思う、それもちょっと弊害だと思うんだよね、田舎住まいの人が東京来た時に何でも高く感じるっていう、うん、東京はまず家賃が高いじゃん、まあね、うん、だってさ6万円っつったらさ超ボロアパートになるでしょ、あのあそこで、ね、あそこ4万5000円、西荻の、あ西荻あれ4万5000円なんだ、あそうなんだあれは俺も考えたね、もうとにかく安いところにしたから、あそこ多いとか、あでもそれは賢いよ、いやでもやっぱやることやってたよ、シロ君も何げ、うん、てかそもそもほぼ家にあんま帰ってなかったし、そうだね、あの時は本当にあれ使ってないよ、そう車も持ってなかったしさ、うんうん、勉強のためだけで生きてた、そうそうそう、だからそうすればいいんだとは思うんだけど、うん、だから抑えるとこ抑えればいいんじゃない、小遣い1万円は1回置いといてもさ、うん、家賃を削るとか携帯をさ格安趣味にするとかさ、うんうん、そうね、うん、絶対削れるところ、そう絶対削れる固定費を削ってやっていけば全然暮らせるから、うん、確かに俺はそう生きていきたい、なるほど、年収1000万になっても絶対格安趣味使うし、完成だわ、普通に英雄の iPhone 使ってる俺は UQ モバイル使ってる、すげえ。なんかあの節約のことで聞きたいことがあったらもう宮島君まで、いや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 、これはマジですごいよ皆さんあんま不安に思わずにちゃんとやることやれば全然暮らしてきますよなんか何の話か分からなかった、分からなかった、俺の人生プラン、宮島君の生き方について話してきましたんで、はい、参考になった方は高評価、コメントチャンネル登録お願いします、お願いします、医学療法士働き方改革チャンネルでした。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん一人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますので、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますので、気軽にご連絡ください。